すごい。おはよう。今日は撮影です。はい。この度ですね、はい、ウォーターサーバーの、はいはい、広告モデルですか。モデルになりまして、はい、撮影でございます。撮影でこ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 す。今日は。なんか久々じゃないですか、こういうの。そうだね。そうですか。呼んでなかったね、YouTube。うん。最近。ウォーターサーバーの良さは、今お伝えするんですけど、普通ペットボトル型じゃん、ペットボトル、はいはいはい、カイロみたいな、うん、じゃなくてこれは普通に水道水入れてそれをこう浄水してきれいにしてくれて、それを飲むやつがゴミが出ないんです。とってもエコなんです。じゃあかかるものが水道代とレンタル料だけっていう、ウォーターサーバーってあれ乗せるのが結構重労働なんですよね。ゴミも出るし、これ大変だから嫌だ。あれゴミが出るのが本当に、うん、ゴミ嫌いだから。そうだよ、私の家にでも来るお友達がみんなうちの家にティッシュがない、ティッシュがない、ティッシュがない、でもすごい困った、困り果ててるから、やっとティッシュだけは導入しましたけど。ティッシュめっちゃ使ってるもんな、私。すんごいみんな使うよね、ティッシュは。すごい使う。だって、ティッシュ使いますよね、ティッシュ。全然使わないよ、やってちゃう。だって、鼻かむときどうするんですか。え、そうなの、流し台で鼻かみなよ。トイレとかさ、水で。あ、すぐ洗うってことですか。あ、そうそうそう、綺麗じゃん、そのほうがほら、あのこの辺鼻の周りとかも荒れないっていう。なんか私ティッシュがなくなってもさ、あの変えてないでしょ。うん、ただこうやっていつもこうやってやってるし、また気にならないのも。でいつもみんなにまた新しい箱ないのって自分たちで買ってきてって感じ。私に買わせない。これでかくないですか、これね。そう、あのおぐさんがもう一番大きいサイズかしら。いつも撮影の時なんかコーヒーを買ってきてくれるのも優しいでしょ。私も好きだからラテとかなんだけど、私はそんな大きいサイズじゃなくていいんだけど、これ実は自分が大きいサイズだからさ。何サイズですかこれ。ベンチ？メガ。メガ。だって500の水より大きいですよ。そう。若干。500ミリ多分入ってるでしょ。入ってる。飲みきれないこれ。私知ってた。もう車の中で飲み終わっちゃってる。すごい、なんか美顔器の CM みたいな。違うよ今日。今日はウォーターサーバーの撮影です。あ、見て、やばい。見て、なんでなんでなんで、なんでここに置いてあるんだろう。待って、ほらこっちはなんだよ、ほらこっちの顔だけ。ピンポイントで。服着た方がいいの？一応。キャラじゃないけど素敵よ。うん。なんか上質。上質なアジリカ。うん。超綺麗、超綺麗、今の。綺麗。はいはい。はい。ナイス。そうです。いい感じ、綺麗。そういう感じ、綺麗。はい。超美しいんだけど。ねえ。やばいやばいやばい。はい、もうちょっと行きます。お願いします。お願いします。はい、どうぞ。どうですか、裸。
え、でも素敵これ。何これ。これ可愛い。うん、コンパクトいいの。じゃこれで。うん、まあ、そんな感じかな。終わった。めちゃめちゃ早くないですか。早い。もうやばい。何時間巻き？やばいね。昼前に終わっちゃった。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ私的にじゃあこのモーターサーバーの好きなポイント説明しに行くよ。おいで。スリムなのが私はすごくお気に入りです。とっても、うん、でかすぎないっていうところと、まああとは、まあ、一番は水道水入れてここに、うん、そのままそれをきれいにしてくれてお水になってくるからすごくなんだろうゴミも出ないし。環境にも優しいし、まあ、水道代しかかかんないっていう、うん、あとほら結構ほらボトルタイプとかタイミングが合わなかったりするけどこれも好きな時に自分の好きな量だけ入れてもらったらいいし、あと一番のポイントはこちらです。見てください。どうですか。私が一番お気に入りなのがここです。ボタン。なんでかっていうと、私子供いるじゃない、はい、子供ってウォーターサーバーで遊ぶのよ、すっごく、うん、でもこれってボタンが高い位置になるから、なるほど、子供が間違えてお湯を出しちゃったりとかお水を遊んだったりっていうことがない。そういうことが結構、まあ、もちろんチャイルドロップついてるやつもあるんだけど、まあ、外しちゃったりもするかもしれないじゃん、うん、これだと上にボタンがあるから絶対子供が届かないからすっごく安全です。はい、なので子供がいる家庭の人とかには本当におすすめよ。ゴミも出ないし、うん、エコだし、はい、もちろんちゃんとお湯も出ますからね。こちらのワタサーバー皆さんも見せ